メビウス FF やシャドバのスチーム版が出るんだって。わわわわ。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では週刊スチーム通信行ってみたいと思います。いやー、今週は結構いろいろニュースがありましたよね。まあ順番に見ていきたいと思いますが、まずですね、1週間限定セールの方を、Steam データベースから見ていきましょうか。シンズ・オブ・ア・ソーラー・エンパイア、このシリーズであるとか、あとですね、ブラックガーズなんかも相変わらずここに入ってて、もうなんか、スーパーで言うと、スーパーで言うとというか、なんかおもちゃ屋さんでずっとカゴの中にセールされているみたいな状態。なんかカゴの中にこうワゴンセールで、何百円かのやつがずっと置いてある状態のような感じでありますよね。あ、ストーリーアバウトマイアンクルもありますね。8割引。うん。デポニアとかもね、もう全、もうこの辺りはもう、あの割引の常連さんで、割引率も9割引とかも半端ない金額なので、まあ、いつ買ってもお得という感じですよね。はい。はい、で、今回はこの、ミッドウィークマッドネスのちょっと、ピックアップされているものの中から2つご紹介したいと思いますが、ザ・ウィットネスですね。ザ・ウィットネス。読み方合ってると思います。目が覚めてみると、あなたはたった一人で謎に満ちた奇妙な塔にいます。驚きと挑戦が待ち受ける塔に。非常に好評で、今年出たばっかりなんですが、まあ、これが、2016年10月19日に2791年 Steam から販売されました。まあ、つまり今回の、ミッドウィークマッドネスが最安値2667円で最安値になっています。はいはい。で、このゲームがどんなゲームかというと、ちょっと、フォーゲーマーさんのサイトを見たいと思いますが、古参ゲーマーには思い出深いミストにインスパイアされたという本作は、一人称視点のパズルアドベンチャー。一人称視点のパズルアドベンチャー。なので、ポータルとか、あれですね、先週紹介したタロスのような、ゲーム、パズルアドベンチャーゲームとなっています。で、プレイヤーは人影のいない島で目を覚ました主人公を操作し、ヒントらしいヒントもないまま、ヒントらしいヒントないんかい、島のところどころにある廃墟に残されたパズルを解いて脱出の手がかりを探すと。で、 BGM は用意されていないが、レコード版のようなアイテムが存在するほか、ゲームを進めるためには風の吹く音などにも気を配る必要がある模様で、ヘッドホンの使用を推奨していると。で、圧巻なのはゲーム中に用意されているパズルの総数が650にも及ぶということ。そしてその多くは板の上に書かれた点をたどるというものだが、パズルをクリアするのに最低でも80時間は必要だとしていると。中には IQ150 レベルという想定正解率が 1% 以下の超難問もあるらしいので、映像やスクリーンショットをフレンドたちと共有して解く必要もありそうだと。で、これ何がいいかって、グラフィックが綺麗、まあ結構パズルゲームで単調になりがちなので、グラフィックが綺麗っていうのは大きなアドバンテージだと思うんですが、まあこれ見ても分かるようにすっごい色とりどりで色が表現されていて、めちゃくちゃ綺麗なグラフィックです。はい。で、ファミ通さんの記事を見ていきましょう。2008年に Xbox で、発売されて以降、様々なプラットフォームに移植されているとということで、まあ、同じようなことが書いてありますよね。一種のオープンワールドアドベンチャーにパズルがミックスされたゲームと。プレイヤーは誰も人がいない美しい島で静かに目覚め、各所のパズルを解きながら島を探索していく。まあ、こんな島の全景になってますね。はい。まあ、紅葉あり、春あり、秋あり、砂漠あり、お城あり、鳥でありみたいな。非常にバラエティの富んだ世界を、全島で500以上収録されているパズルを解いていくと。そのパズルのバリエーションが豊富で、対照的に動く2つの線を引かなければならなかったり、謎のアイコンが指し示す新たなルールに沿って引かなければいけなかったり、周辺の環境からヒントを見つけ出す必要があったりと、様々な発展系が存在すると。で、アドベンチャーゲームとして先に進めるワクワク感もミックスされていて、実に気持ちいい。
詰まった時は一旦パズルを忘れてゆっくりと景色に浸ってみることも必要。思わぬヒントを得られるかもしれない。へえ。別の場所のパズルを解くことによって新たに解けるようになるパズルもあると。うーん。左では攻略に必要なルートが板で塞がれているが、右ではパカッと開いて攻略可能に。パカッっていう擬音はまあいいんですけど。はい。毎日紅茶を入れて夜にちょっとずつ溶くような、そんな豊かさがこの島には潜んでいる。まあだから、これを根を詰めて、前に、もう短時間でクリアするというよりは、まあ数日置きながら、他のゲームをやりながら少しずつプレイして、こう先に進む楽しさ。まあアドベンチャーゲームって結構、周辺のいろんなものを観察しながら、先に進んでいく楽しさってあると思うんですが、まさにこれはパズルを解きながら、少しずつこう先に進めていく、ことの楽しみみたいなのがこう凝縮されている感じで、非常に楽しめる作品じゃないかという感じがします。これが今、繰り返しになりますけど、3980円が2667円で、Steam 上で史上最安値になっています。良い点、景色が美しく歩くだけで楽しい、多彩なパズル、場所ごとにテーマがあって様々なルールで遊べる、 IQ テストみたいな問題だけでなく周りの環境を観察して解くような問題もあると。パズルが多すぎて、冗長な印象って読むのかな。ノーマルエンドまでに解くパズルは300問以上、かかる時間は15時間以上。なるほど。 2D パズルが多いので平面パネルとにらめっこするのが嫌いな人は避けるべきです。あ、やっぱりこのパズルの内容が人を選ぶと。海辺で本を読むような静かな体験を求める人におすすめですとあります。くっそ難しいパズルゲーなので、まずはポータルであるとかタロスなんかをプレイして、まあパズルゲームに慣れてからやるのがいいんでしょうかね。はい。まあむしろそれをやったことのある人は、まあ新しいパズルに挑戦する意味でもこのザ・ウィットネスをやったらいいという感じですかね。はい。でもう一つのゲームなんですが、このあ、そうそう、ドゥームとかもね、今安くなってますよね。5割引きになってますが。この、ミッドウィークナットです。UBR ソフトアーケードから、このチャイルド・オブ・ライト。これも、すごい評価の高いアクションゲームなんですが、はい。で、これは、日本語、インターフェース、吹き替え、字幕ともにサポートされていて、で、このゲームの説明が、アスキーさんのサイトにありました、はい、ちょっと見ていきましょうか。一粒で二度おいしいおとぎの国のアクション&RPG チャイルド・オブ・ライト。はい。チャイルド・オブ・ライトは失われた王国レムリアの王女オーロラが主人公のアドベンチャー RPG。 はい。で、まあオプションなんかを見ても日本語で結構わかりやすい画面になってます、はい、キーボード操作でも問題なく遊んでいるということが書かれてましたが、まあコントローラーも多分あると思うので、まあ、どちらでも多分いいんじゃないかなと思いますが、ゲームを開始するとおとぎ話のようなイラストのストーリーの後に幻想的で美しい世界が映し出される。オーロラを操作してこの不思議な世界での冒険を始めようと、まあ、確かにこの世界観、このなんかこう絵で描いたような背景をキャラが動くというこの世界観、まあ結構 Steam にありますよね。先週紹介したトラインとかもね、絵画タッチの絵にがありますし、なおステージに死にゲーにありがちな即死級の罠はないため、アクションゲームが苦手な人でも安心して操作方法を覚えていけると。うん。でレベルを上げていきながら、先に進んでいくと。アクションと RPG の融合という意味ではバルキリープロファイルを思い出した。レベルが上がるとステータスの上昇とともにスキルポイントが手に入る最新の RPG システム。スキルはこんな感じでいろんなスキルをレベルアップしてステータスアップしてこう自分のキャラを強くしていくと。で、武器や防具の代わりにオキュライと呼ばれる宝石を装備するシステムがあり、これらの宝石を装備することで属性への耐性や攻撃力アップなどのステータス上昇が見込めると。オーロラちゃんが可愛い。このままだと 2D アクションもある RPG だが、ストーリーを進めていくとアクションステージの仕掛けも難しくなっていくと。なるほど。仕掛けがだんだんこう
難しくなることによって、まあ、謎解きを楽しめる上、その謎解きが美しいと、綺麗だからこそ解く楽しさを見る楽しさを味わえる、まあウィットネスとかと一緒ですよね。やっぱりこう単調になりがちなので、背景が綺麗だったり画面がいいということがこう大前提になるかもしれませんね。それによってこう飽きるか飽きないかが決まるみたいな感じなんでしょうかね。 2D アクション RPG と知っていればあまり驚きはないだろうが、どちらもしっかりと作られているので好感が持てる。また RPG もただコマンドを選択するだけではないアクション性の高いもののため、 RPG 好きはもちろん RPG から離れた人にもおすすめだと書かれていました。でこのチャイルドライトが、今なんと 75% の495円で購入できると、非常に安い500円を切る値段なのでおすすめになっています。まあ、セール情報はこんな感じでした。はい、では新着情報ですが、まあ、なんといっても最初に、シブライゼーション6を紹介しないといけないでしょうね。もう今からもう間もなくですね、今、10月20日の18時16分なんですが、まあ、あと7時間なので、夜中にですね、いつも更新、夜中の2時に更新されるので、はい、もう、次の日の深夜ですけど、2時にはもう遊べると。はい、で、最初の購入は割り引かれていないので、まあ、そこがちょっと厳しいかなと。7000円。まあ、ちょっと高いかなという感じしますね。まあ、ハロウィンセールが来るので、まあ、その時に、購入したらいいんではないかなという感じはします。ニケジャパンさんの YouTube の、動画、チャンネルの、ニケジャパンさんのチャンネルの動画にですね、めちゃくちゃこう分かりやすく、2分弱ぐらいでゲームのプレイのヒントであるとか、最初にやるべきことであるとか、あと探索のポイント、文明の選び方、外交の仕組みなので、この、まあ、動画を見ながら、進めていくといいんじゃないかなという、感じです。はい、で既に出ているゲームとして、新しいゲームではこのドドンパチ大復活、これが、10月14日に出て、まあ、非常に好評の評価を得ています。面白い。この一言に尽きる。モードも8種類あり、時期もそれぞれ3種類。さらに、ボムスタイル等も3種類で一生遊べるんじゃないか、ないかってくらい楽しめそうと。いう感じで。で、初心者向け操作方法が詳しく書かれていたり、結構画面が見やすかったり、あと、ですね。ゲームモードが多く。ブラックレーベルやアレンジモードではシステムがガラリと変化するので、なかなかお得に感じるという点であるとか、まあ割と、こういうゲームってこうファンがいると思うんですけど、シューティングゲームに関しては。まあそのシューティングファンを満足させるような出来になっているという感じがします。はい。で、リリースしてからのちょっと不具合があってですね、改善されたものが10月15日、10月17日に更新されていて、まあ割とこう良心的な、まあ、そういう意味でもいいんではないか、対応っていう意味でもいいんじゃないかなという感じはします。はい、はい、では、Google ニュースから、新着情報を見ていきましょう。まあなんといっても最初はメビウスファイナルファンタジーの配信が11月に Steam でスタートするということがありました。まあ、スマホのゲームが PC 版、Steam 版になって登場するっていうのは割とあることなんですが、でも、このメビウスファイナルファンタジーは 4K 解像度、60fps、そして 1080×1920 の横長でプレイできると。なので、ちゃんと PC に特化した形で、まあ、リマスター版って言えるんですかね。わからないですけど。まあ割と雑な作り方をされて PC 版流される場合が多いんですが、まあこれはちゃんと、パソコンの Steam の特性を生かした作り方で作り変えられて遊べるという点が、いいんじゃないかなという感じです。で、PC 用ディスプレイに合わせてワイド画面への最適化も行われると、スマホ向けであるメビウスファイナルファンタジーのお手軽な操作感はそのままに、美しく迫力のある画面でのプレイを実現するというわけだということが書いてあって、ほんで事前登録すればゲーム内アイテムが漏れなくもらえるので、
それもまあ書かれていて、そして抽選で5名に公式画集もプレゼントされると、はい、10月31日14時までに登録すれば、もらえるということが書いてあるので、まあ興味がある人は事前登録をしてですね、まあお宝をゲットするという感じ、そしてスタートダッシュを決めるということになるんでしょうね。はい、パソコン版、家ではそのスチーム版で、まあ、腰を据えてちょっとプレイすると、そして、出かけるときとか外出するときは、今まで通りスマホ版のメビウスをやるという感じで、こう両方できるっていうのことで、まあ面白みが増すという感じですかね。はい、あとは、さっき言ったシドマイヤーズシブライゼーション6の、がスチームで開始されるということ、携帯ゲーム新型の PC、 これですね、スマッチ Z って読むのかな、はい、このプレイステーションビータっぽい感じでコスチームのゲームを楽しむことができると、はい、入力操作に関しては両端のトラックパッドや左下に 3D スティックがある一般的なコントローラー配置は変わらずと。で、このトラックパッドに好みのカスタマイズができる Z パッドを採用していると。左側のトラックパッドを外して 3D スティックや十字キーをはめ込むことが可能。右側のパッドにもスーパーファミコンやゲームキューブといった旧ハードを彷彿とさせるボタン配置を設定することもできると。でかくてごついとたびたび言及されていたゲーム本体のデザインも大幅に見直されているということで、まあ、Steam のゲームが携帯化されるということで、まあ、割と話題になってたんですが、頓挫してまたこういうふうに再始動していると。で、通常版が$299、プロモデルが$499なので、ちょっとやっぱり高めなんですかね。まあ、単純に100円とすると3万から、まあ、5万の間、まあ、携帯ゲームに3万から5万、まあこれは金持ちの遊びって感じはしますか。はい、製品の出荷はバッカー向けには来年4月、一般向けには2017年末から2018年初頭を予定していると。はい、まあこういう風に、Steam のゲームを携帯で遊べるようになるということが書かれていました。あとですね、A 列車で行こうPC が12月15日に配信されると、発売されると、はい、これは 3DS 版をリファインした作品だと。アートディンクはみんなの A 列車で行こう PC を12月15日にリリースすると発表したと。5800円。このゲームは、誰でも安心して楽しめるノートパソコンでも動く Nintendo 3DS 版をベースとしリファインしたものになるという感じで、 3DS 版が進化した点としては、高解像度対応によって表示範囲が広くなったことが挙げられると。より風景の変化が見られるようになった。で、3D 版に収録されていた12種と、ダウンロードコンテンツで追加された8種に加えて、新たに3種のシナリオが追加されることで合計23種類ものキャンペーンが楽しめると、まあ、全部詰め込みましたよ的な感じなんですかね。PC 版ではもともと搭載されていた早送りがさらに高速になるといったゲームテンポの向上が図られ、破産の心配なくマイペースで遊べるフリーモードなども追加されると、まあ、3DS の表示範囲がこことするならば、確かにだいぶ大きくなっている。1920から1080への表示範囲比と。で、ズームアウトも昼夜かなり広範囲が、表示されるようになった。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね。まあこれも、まあさっきの、メビウスファイナルファンタジーと同じで、パソコンの良さが最大限に活かされた仕様になる。まあこれはまあ、ベタ移植でも、まあ、基本の、進化と言えるかもしれませんが、まあ逆にこの進化を遂げていない、スマホそのままの画面の、ゲーム、移植ゲームもたまにありますが、はい。まあこの A 列車で行こうは、そうではないと。で、12月1日には、まあ、3DS 向けに 3D ネオっていうのが発売されるらしいんですが、家で腰を据えて遊びたいユーザーは、みんなの A 列車で行こう PC を。自由な体制で遊びたいユーザーは、A 列車で行こう 3D ネオをプレイしてほしいということだろうと。なるほど。はい。まあ、A 列車で行こうもかなり、古いタイトルで、ファンがいると思うので、
まあ結構久しぶりにこのエレシャ・リコシリーズが Steam に登場するので、まあこれもかなり売れるんじゃないかなっていう感じはします。で、あとですね、あの新着情報として、まだこれ Twitter の情報だけなんですが、 Twitter で Steam と入れるとですね、このシャドーバースっていうのが出てくるんですよ。で、シャドーバースといえば、まあ最近夏にですね、 DMM で登録することによってパソコンでも遊べるようになったんですが、まあ、それが Steam に登場するということで話題になっていて、結構シャドーバース Steam は来たー、シャドーバース Steam はいよいよ追加になるのか、海外勢がどれだけ増えるか楽しみだとか、こういうシャドーバース Steam 版のツイートがあるんですが、まあそれがなんでなったかというとですね、今度の10月27日のメンテナンスのアップデートで、公式サイトのところでは書いてなかないんですが、このシャドーバースの、このシャドーバース公式アカウントのところで、その、アップデートの告知があるんですが、まあ、これを見るとですね、シャドーバース下記時間帯にメンテナンスを行いますと。アップデート内容、スチーム版準備、プラクティス上級に追加、一部不具合修正。はい。このスチーム版準備、このツイートのこの情報を見て、これ2036もリツイートされてるんですが、はい。このツイートを見てですね、さっき見たように、シャドバ、スチームシャドバですとかですね、シャドバとかの検索で出たら入れようとか、シャドバスチーム版でもリリースされるのかとか、結構出てます。はい。で、このシャドバに関しては、ネイバーまとめでまとめページも作りました。で、今500万ダウンロード期間中で来ていて、そして、まあ、シャドーバースの説明があって、動画があって、まあ、スチーム版が準備されているということで、まあ、この情報だけをみんなが見て、出るのかと。で、まあ、シャドーバースのスチーム版に盛り上がるタイムラインということで、こんな感じで書かれていて、まあ、シャドーバー現状の DMM 版の動作がゴミなのもあって、そのあたり改善されたスチーム版が出たりすると正直ありがたい。なので、スチーム版。まあ、スチームはもうプラットフォームとしてユーザーも多いので、いいですよね。こうやって登場するのは。で、このサイゲームスさんって結構、スチームでも、移植したりとかしている会社なので、まあ、余計に期待できますよね。はい。なので、メビウスファイナルファンタジーとかシャドーバースとか、まあそういう、まあスマホを主戦場とする、ゲームも、こうやってスチームで移植されるということが結構、最近の最新情報としては、あるのじゃないかなと思います。はい、以上いかがだったでしょうか。シブライゼーション6が間もなく登場したり、ザ・ウィットネスのようなパズルゲーム、そして、チャイルドライトのようなアクションゲームであるとかですね。あと、最新情報としては、メビウスファイナルファンタジーや、シャドーバースのようなスマホのゲームも出ますし、まあ、A 列車で行こうみたいな懐かしのゲームも、まあ、リメイクじゃないな、リマスター版になるのかな、されたりとか、あと、まあ、ドンパチ大復活があったりとか、まあ、結構、今週は新着ゲームがいろいろあった週だったんじゃないかという感じがします。もちろん、週末からまた週明けにかけていろんなゲームがピックアップされると思うので、また次の週刊スチーム通信で紹介できればと思っております。はい、じゃあこんな感じで今日もダラダラと喋っていきましたが、以上週刊スチーム通信にしたいと思います。最後になりましたが、チャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。今、シルバー事件とかですね、ウィッチャーとか、ボーダーランドの方を実況させていただいてますので、まあしょうもない実況ですが、まあ、暇な時に見てくださいということでよろしくお願いしたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ユーロでした。